はい、皆さんおはこんばんちは、シュアです。どうも、どん兵衛です。はい、こんばんは、クマです。リビです。はい、というわけでね、ついにマインクラフトをやろうかということで、このメンツでね、このメンツでとりあえずねやっていこうか。あ、まあ追加する可能性もあると。そうそう、そう、ね、ただ俺は本当にマインクラフト知らないよ。つい殴んじゃねえよ、いきなり。ついとりあえずね、俺のキャラはレオンで。まあ俺は見た目ですぐわかるけど、タタラッタスパイダーマンって言ってたな。クマです。クマ、クマさん、クマ 別キャラのクマじゃねえかよっていう。クマです。俺のキャラは、ま、マイナーだけどな、あの、うん、ルビーっていう、ルビー 3D アニメーションのルビーたん、うん、主人公だね。フレイングしてるやつがいるぞ。ああよし。もう俺も切ってるけど、俺本当にあれだよ、もう操作をちょっと確認した程度で何にも知らねえから。ね、シュウヤはね、とりあえず、キー切るよ、とりあえず。キーを切ろう。エスケープキーを押して、実績ってとこ。あお、エスケープ。実績。おう、トロフィー中の俺に実績ってことか。流れ分かると思うんやけど。まず、所持品の確認。そして、キーを取れ。次、土台を作れ。何、ま、これ追うか。実績があるのか。よし、じゃあ、とりあえずキーを壊す。所持品の確認とかでいいよ、押したらやってったらいいんじゃないかな。とりあえず実績を埋めつ、よし、木を手に入れた。あ、ちなみにモッド2種類入れてて、木こりモッド、あの木材を一括で伐採するやつと、うん、あとはイベント利用、あのアイテムゲームだから、あのアイテムソートの、アイテムソートと木こりモッドだけ入ってるってことだな。うん、お、俺もこれ使わせてもらうか。これ自分で作らなきゃ実績解除ならないのかな。ちゅうや、俺の、どうなんやろ、俺の作業台パクったよ。パクったパクった。てくれ。あ、おこうか。いや、もうここにあれだよ、スパイダーマンのがあるからいいんじゃね。これ使えや。まずは、ちなみにあの、返そうか。伐採するときは斧使わんとできんから、スヘアと伐採できんからさ。よし、じゃあ、返すよ。鉢だけ作っておく。おい、クマさん。放り投げた。回収してくれ。俺も自分の作ろうじゃん。1個でいいんじゃないの？ダメなの？一のでいいんだけど、まあ俺ちょっと実績解除しながら行きたいから自分で作ろうかなと思って。いやいや、斧できたぜー。よっよっ、モッドを入れてるから一番下を切るとドーン、そい、すべての、よし、土台作り。いいね。これさ、あのちょっと耐久度がさ、持ちすぎるからどうかなと思ったんやけどな。まあいいんじゃねえの、グダルよりはね。うん、じゃあ俺も作業台となって、作業台だけこんなに大量に並んでどうするねっていう。みんな同じやからな、やる作業が。あ、間違えた、ツルハシ作っちゃった。でき、おあのゲーム開始で、まあリスポーン地点になったんやけど、じゃあ羊のあのウールをとりあえず3つ手に入れるのが先かな。どうする、これ見たことない。あ、木材がちょっと足んねえ。全員分、あ、掘り投げちゃった、ね、木が足りない、木が。とりあえず夜迎える前にどうにか、そうそう、ね、あ、見っけた、羊見っけ。なーにー、よし、ベッドできる。とりあえずは斧作ろう、斧、木を回収が楽になる斧を。羊、羊さん、あっつ、思いのほか平らなとこに。おお、マジかよ、なんだこれ。あれ土だったよ、これ。すげえ洞窟あんだけど。あ、アイテム整備。警告が。ちょっと待って、みんなバラバラ。木をよこせ。違う、羊の群れが。羊いっぱいいるよ、ここ。斧作ったら攻撃しやすいしな。あ、クマさんが殺戮を繰り返してる。気をよこせ。俺が、シュウヤ最悪ウール分けてあげるわ。ありがとう。あ、ちなみにバージョンは 1.8 ですね。ダウンロード、じゃあダウングレード。最新版は今 1.83 だっけ。まあそうだね。あえて戻す方向で、あの花崗岩とかああいうのが生成されてて、動物のウサギとかそういうのが増えてるね。の方がやばい、ちょっと暗くなってきたんじゃね。いや、急げ急げ急げ。大体10分ぐらいの周期かな。やべえな、ウール。俺もう7個あるから、よよ、3個分けてあげるわ。8個あるわ。な、何あんたたちみたいな。よし、やっと斧ゲット。ウールに包まれたい。これ下穴開いてるよ、これ。よし、斧ゲット。あ、やばいなこれ。うお、俺の方開いてたの。あ、鉄が見えるんだけど。スコップ、俺も見たいんだけど、どこにいんだよみんな。これ水、水で穴開ければ下降りれるんじゃないかな。そうやね、大量のイカ。そうやね。くそ、まだ俺操作が慣れないから作るのがすげえ遅いんだけど。俺も慣れんよ、まだ。斧とピッケル。斧ちょっと作業台作って。イカスにゲット。あ、水の中はすごい硬いんだ、これ。あ、作業効率が落ちるね。いざ、採掘。とりあえずシャベルとピッケルと斧作って、あと何がいる？
剣かな。剣あればいいけど、まあ斧でいいかな最初は。うーん、斧も割と。やべやべ、酸素酸素酸素。みんなどこにいんだよ、もう迷子だぜ。いいかこのまんま。よし、じゃあとりあえず家を作ろうじゃないか。家を木材、木の家にする。やべ、夕方になってきた。どこにいんだよ、みんなどこにいんだよ。クマさんと一緒にいんだけど。捕まった。リュービーは見つかった。あ、スパイダーマンが走ってる。いるいる。あ、おったおったおった。ああ。おい、シュウヤ、おい、俺ちょっとウール吐き出すから。おクマさん溺れてんの。やった、ウール3つ。よし、とりあえず俺、き、てか、キコリン鉄、鉄取るには。やばい、夜近づいてきた。夜、石のピッケルかな。よっ、こうか。そうだね、石のピッケル必要だね。よし、とりあえず石採取かな。あの 木材のピッケル作ってから。とりあえずまず小屋を作ろうぜ。とかもう暗いし、ね、夜なる。ここでいいんじゃない。ここ、ここ今の俺がいる場所どうよ。ここ結構ちょっとここ広いぜ。ここ、ここに家建てね。ここってどこだよ。俺を見つけるんだ。ここここ、おいおい、ジャンプジャンプ。ドンベを発見したけど、ここここ、なんかさ、高く目印作ってくれれば。そう、なんか目印を。オッケー、目印立てる。今もう俺誰だ。あ、お前か。ジャンプしながら足元に置けばいいのか。うん、そうそう。とりあえず、やべ、暗くなってきた。で、暗くすればいいんだ。とりあえず木を大量に作って。あ、いたいたいた。死亡フラグ。クマさんだ。あ、いた。じゃあ行くぜ。さっきのあの作業台どこにあんの。あった。ここに、とりあえずここに家を建てよう。よし、とりあえず一晩過ごすだけやろ。一晩過ごす、家を建てよう。よし。早く、やばい、そろそろ。ここは作業台置いとくで。うん。石誰か採取した。かまどねえと、あの松明とか作れるんだけど。とりあえず一晩。3個あるけど。3個じゃ足りないよね。8個いるんだな、かまど作るんや。で、全員分のベッドがいるからちょっと広めにしようか。あ、というかベッドを作って速攻寝たら大丈夫かな。よし。ベッドってあれ、かまどの外に中に家を作ってしまった。おやすみ。え、もう作ったの。え、ベッドって大体作るんだっけ。木を3つ下に敷いて、上にウール3つ。で、敵が入ってこれないように2段目の高さか。作業台は、作業台どこ。あった、こっちにあったよ、ね、確か。さあ、俺の気ぃつきでもたんやけど、誰か2個目の高さ作って。俺の気ぃつきでもたから。分かる、しょうがねえな。寝とる場合じゃねえ。作れないんだ。あ、切って枝じゃダメか。パサ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 っつって。これを、あ、何この木、使っていいの。引いて、ちょっと高さ2段にしとかないと敵入ってくるから。オッケー、オッケーです。なんだ、なんだこれ、実績解除機を手に入れるって今出てきたんだけど。結構そういうのある。よしよし。何これ、俺作業台のやつ欲しいんだけど。作業台中俺か。なんか殴られた。ちょっと言って。あの作業台、はいはい、作業台中に置こうか。よし、そう、端っこに作るよ、うん、はい、ベッド置いて。やばい、敵出した。早く。モンスターがいるため寝れません。家じゃないからだ。扉は、牛が中に入ってきた。あ、入ってくる。外の段差削らない。いって。やべ、倒せ。ゾンビが中に2匹目来てる。オッケー、もう入ってこんやん。あれ、なんで ここ空いてるからね。あ、やばい、一ポイントが残りわずか。ミートゥー。よし、倒した。いやいや、とりあえずセーブポイントだけ交換しよう。だろこれ。あ、なくなった。そうか、下は開けてでも大丈夫か。ベッド、おい、殴っちゃって。殴んなよ、お前。目の前来るからだよ。キノコだ。肉あった、俺。肉食べよう。下は削っても大丈夫だな。出てこないな。やばいな、このグダグダ感。いいね、マイクラって感じ。よし。おお、開けたら外にゾンビがたかってる。ベッドできたよ。俺もベッドできたよ。あと俺の分か。ベッドは多くの木材が1個しかない。ちょうだい、ちょっとちょうだい、木材分けて。いくぞ、吐き出すぞ。おう、ペロ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 、うん、ゲッチゲッチ。全然ゲットできない。あ、来た。よし、木材を下に3つで、上に羊毛を3つ。まあ、ベッドみたいな形に。オッケー、ベッドできた。
で、ベッドを装備して、じゃあ俺のベッドをここに。けど、モンスターがおるから寝れないっていう。ベッド置けないっていう。あれ、あ、置けた。よし。寝れないっていう。じゃあ、でもこれ、セーブはされたんじゃねえの？あ、うん、そうやな。うん、出たら帰ってこれない気がする。よっしゃ、戦え。マジで？倒せ、倒せ。知らねえよ。よし、倒した。けど入ってこれねえぞ。やばい。寝るんだ。寝ようぜもう。誰のベッドだ。まだだか。それでもいいや。助けて。俺らが追われてる。朝にするぞ。ちょっと待って。何やってんの？こっち寝れないんで、こっち寝れねえ。早く出るんだ。モンスターどこだよ。ちょっと待って。俺寝れてんだけど。あいつかあの匠だ。よしよしよし。じゃあ俺は爆発させたろ。寝れた寝れた。あ、寝れた。そっちは寝れねえって。よし。こっち寝れねえ。俺が寝とったのにさっきそっち。じゃあ壊すか。あ、壊した。いや、ここにゾンビおるわ。2匹おるわ。あれ寝れない。てつドア作ろう。ドアってどうやって作るの？剣作る。剣がないから。なんだよこのくだりっぷり。ドアってどうやって作るの？ドアはな、縦2列木を？うん、でも今2個しかないからダメだな。だから殺害したぞ。オッケー。寝る寝るんだ。どこでもいいから寝る。寝た。暗くなっていった。オッケー。朝になった。よし、次の日の稼ぎに行こう。出稼ぎに行こう。みんな気を稼いでこよう。かまどってねえの？かまどねえか。石やな。とりあえずピッケル。俺もちょっと取りに行ってくるわ。俺覚えてるぞ。分担しよう。じゃ、俺じゃ何も知らないから木切るわ。オッケー。よくわかんないから木いっぱい集めてくる。多分あの回収早いと思うから。うん、俺もこの間のちょっと鉄をさっき見つけたのを取りに行こう。じゃあ俺石取ってくるわ。俺何したらいい？指示してくれ。指示。リーダー。何を？竹いる？竹持ってた方がいい？うわ、誰か落ちてったね。何があったんだい？うわー、落ちてった人。とりあえずドアを作ろう。ドアを。あ、ドア頼む。おう、帰るのにさ、こちゃお壊さないと帰れないっていう。とりあえずここドアにしよう。よっ、壊した。よし、帰ってきて。こんなとこにかぼちゃがあるじゃないか。ドアの組み方が、まず木材を、木材縦に入れて。これでなければ死んでいた。まずはあれだな、元気を木材に変えよう。原木な。原木。元気元気で、木材を縦に2列。よし、一応掘るだけの。お、ドアになった。ドア3個もできんだ。よし、で、いや、整理便利だな。あれ、なんか普通にゾンビがいるんだけど、なんなの？別に死なないんだよ、すぐ。水の中にいるからか。そう、水の中におるとダメージ食らわねえんだよ。水の中か、日陰か。よし、燃えないから。とりあえず入り口 OK。 洞窟発見。ドア3つぐらい作っとこうかな。洞窟探検はな、家ができてからにしよう。家ってそこも超仮住まいやろ。仮住まいやで。だからチェストすら作ってねえからな。そう、チェストすら作ってねえからさ、冒険する前に多分コメントの書き込みで豆腐って書かれてるわ。豆腐にもなってねえし。豆腐でもねえな、もう穴とか開いてるし、うん、屋根すらねえしさ。あれ、スライムがおるで。やったやん、買っとこうぜ絶対。よっ、何？あー、特に予備はモンスターハンターの実績。パーパーパー。ちょっと場所が分かんなくなっちゃった。なんだこれ。俺、食料調達しとくわ。頼む。よっ。あれ、ここら辺にあったと思ったんだけどな、入り口。いいな、アイテム整理便利だな。あ、アイテム整理活用してよ。R ボタンやからな。オッケーオッケー。あった。ここか。よし。誰だ、埋めたの。いいね。とりあえず家、住みやすくはなった。あー、水が入ってきた。木多い方がいい。骨が。木はいくらってもいい。困らない。じゃあちょっと俺今日は木こりになるか。ヘイヘイホー。夜に寝るまで眠れませんって言われる。黙れ。間違えた。キコリモッド様々だぜ。マジ便利やろ。劉備がいる。劉備が。
タクミがいるじゃねえか。こっち見てる。タクミは燃えへんからな、日光で。だから朝になっても残るんや。タクミの横にスライムがいて、その奥にゾンビもいるな。クモもいるじゃねえか。タクミが仲間になりたそうにこっちを見ているんだけどさ。嘘だろこれ。話しかけてみる。じゃあ石のつるはしに。てか水のとこにさ、タコが超湧いてんだけど、何匹いんだよこれ。タコイカじゃね。イカ？イカ墨落とすから。ああイカなんだ。四角いから。あ地図作るのにイカ墨がいる。いやなんだっけな。本作るのにイカ墨がいるんだよ。おらおらおら。キコリキコリ。なんで水飲んだの。なんだっけな、レシピブックみたいなさ、もっと入れようと思ったんだけど、1.8 対応してなかったんでね。あ、そうなんや。じゃあしょうがない。この野郎。イカスミありゃ、あの、レシピブックできたんやけどさ、それで、あの、みんな確認できるようにしたかったんやけど。上からなんか降ってきた。よっ。まあ、わからんのは、基本的に劉備に聞くっていう。俺もこの新しいバージョンよくわからんからな。俺、プレステしかやったことねえからさ。帰ろう。おい斧で殴っちゃったじゃん。急に前に来るからよし。チェストを作ろう。ボックス入れるための、うん、分かる作り方。みんな共通でいいやろ今は。財産とかないし。財産共通だよ。ダイヤとか取り出す。やばい、自分の家が分からなくなった。あのちょっと目印用に家高め、高いの作っとくな。どっから見ても家の位置が分かるように。おう頼むわ。やべえ、俺マイクラ向いとんじゃん適当まあ基本やけどな。多分俺が一番向いてねえと思う、このゲーム。目的がねえとか言い出しそう、そのうち。何していいか分からんやろ。まあいろんなもん追加できるけどな、モッドで。敵黄昏的な。やっと黄昏的な。なんか有名やん、黄昏って。黄昏、トワイライトフォレストとか、あとはやっと冬モッドかな、エーテルモッドってやつ。あれだな、目印作っといてくんないと帰ってこれないよ、多分。そう。てかもうすでに迷子でしょ。ほら、目印作ったけど、俺これ飛び降りると死ぬな、間違いなく。真上に作って作れよ。わ、死んだ。あ、実行地点近いから。そうそう。こう家やから、俺んちやから。渋谷は高いとこから落ち死んだ。気のせいやって。ヒットポイントが2しかなかったのが悪いんやって。土はもういっぱい、土じゃねえな。石はいっぱいあるの？石は結構あるよ。石ってどれなんだよ。石が欲しいなと。いや、かまどが欲しいなと思ってさ。じゃあ石を何個か分けようかどう、家分かる？ちょっと高めの作ったけど、水場から出てもらえる方が。ちょ、かまど作って2個ほど。石がない。ボボ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 ボイ。ちょ、俺やべえな。こんだけあればいいかな。お腹減りすぎよ今。何？拾えないぞ。あ、拾えた。じゃあ俺はじゃあ作ってくるわ。頼むわ。俺はまだ掘ってるわ。今どこで誰が何してんのか全く分かんねえ。あの辺で動いてるのがいるな。今採掘班が2人と伐採班が1人と俺は食料かな。なんか黒いやつが高速で走り回ってるんだけど。あ、エンダーマンっていう敵やね。ああ敵。今は無視でいいよ。倒すの難しいし。クマが帰ってきた。ちゃんとドア閉めろよ。動物がいねえんすけど。こんなにドアあるの怖いな。大丈夫。なんかノーマルはドア開けないって聞いた。どこにかまど作ればいいのこれ。ベッドが邪魔なんだよ。どうする？ちょっとずつ広げていく。ちょっとだけ広しとって。いい、広げるわ。わっけ。2回作ってもいいしな。じゃあまず外回りを作ってきて壊すようにしようかな。ツルハシが壊れた。俺も帰るわ。とりあえず木材の家でいいだろう。あ、ツルハシ壊れた。帰ります。よっと、よっ。すげえ、こっからでも家の場所が分かる。やろう。俺頑張った。俺の命かけて高台作ったからピックいいけど。ピッケルでとりあえず整地するか。あれ、ピッケルが消滅してるゾンビ殴ったよもう。鉄骨してもさ、耐久度減るからさ。土ぐらいはすぐだな。あのね、その順応してないツールを使うと耐久度が減りやすいんだよ、うん、いや、俺はあれなんだ。多分飛び降りた時に消滅したんだと思う。斧と窓がある。かまど使ってるからな。鉄があるじゃん。俺が命をかけて取ってきた鉄だいっぱい設置。肉薬、肉薬。なんで死んでねえだろ。死んだの俺だけだろ、まだ。羊の生肉、俺も10個ぐらい持っとくからさ。よっ、よっ、よっと。手ず高さ2段で。あれ？水が多いね、ここね。湿地帯だね。動きづらいわ。食料欲しいから焼けたのもらっておこう。ああ、俺も食料欲しいな。木が来た。
しょうがない、リンゴでも食べてよ。原木さんを木に。ゲフ。これ扉作ったのシュウや。そうそう。頼りになるやろ。自動開閉できるようにはできるからさ。自動、ああ。そういうのもある。自動開閉、そういうのもあるのか。開け忘れじゃない、閉め忘れって結構あるから。うん、ある。これは木壊すのはピッケルがいいの？木は斧。木は斧。うん。とりあえず広げたから繋げようと思う。ちなみにあの斧持った状態で C ボタンであのカットオールのオンオフが可能だからさ。うんうんうん。あ、家の目印が見える。石炭。帰れるこれで。だろ？ほら。よし、家広げたぞ。あ。ちょっとね、微妙にね、クマさんとドンベイがさ、色が似てるからどっちかわからなくなる時ある。スパイダーマン。F5 を押して俺の姿を。肉食べよう、肉。焼いた羊肉。レオンだよ。よし、オッケー。肉うまい。かゆうま。肉おいしい。わ、家広がったろ。うん、ちょっと広がった。よし、これなのこの上の突起物は邪魔なんだけど。邪魔やな、それ。壊すにも俺、今、斧を持ってないから。シュウヤ、悪いけど、つい帰ってくるまでにさ、うん、チェスト作っといてくれるかな。チェストの作り方をいいね、いいな。多分9マス全部埋めるやと思う、木材で。オッケー。とりあえずこの、9マスじゃなくて8マスかな。ジャンプして入ってこられないように、まず今、外のちょっと整地しとるから、じゃないと、今高さが2マスしかないからさ、ゾンビがジャンプして入ってくるから、その辺ちょっと削っとかね。あの作業台を使おう。あ、粘土いっぱいある。粘土だと、まあいいや、後でいいや、粘土は。建築はある程度整ってから、うん、まあ、粘土を焼くための石炭も貴重やから。暗くなってきた。そこ戻らんと俺死ぬな。あ、そろそろ寝る時間？やばいやばい、早く整地しないとこいつらがジャンプして入ってくる。めっちゃ遠いんですけど、あの見えとるとこは。よし、寝るぞ。もう夜？扱い？日暮れと共に寝る生活。いいよ、早寝早起きで。よし。全然遠いんですけど。あれやろ、シャーマンキングのエンディングやろ。よし、寝るぞ、エンド。俺見たことねえ、それ。よし、寝るぞ、エンド。わかんねえっす。わかんねえっす。確かジャンプのエンディングがこれない。単行本見ると真のエンディングが見れるんやって。千住ピンチしかわかんないっす。そっちの方が普通わかんねえよ。千住ピンチだ。丸太持ったから行くぞじゃなくて。それは悲願島だね。あったよケンちゃん、丸太。あるんだ。クソ、ガソリンはないのか。あったよケンちゃん。あったよケンちゃん。あったよケンちゃん。寝るか。もし戻れた。おかえり、はい。帰ったら即寝る。いや。帰宅。ここは集まったよ。よし、朝になった。朝になる。じゃあ、みんな仕事再開。